政府は今月の経済について製造業に弱さが一段と増しているとして先月に比べて判断を下方修正しました。政府は月例経済報告で製造業を中心とした生産が一段と弱含んでいるとして基調判断を2ヶ月ぶりに下方修正しました。今年4回目の下方修正になりますが、景気は緩やかに回復しているという見方は維持しました。一方、西村経済再生担当大臣は米中貿易摩擦やイギリスの EU 離脱問題を念頭に世界経済に好転の兆しが見えたとしながらも、海外経済に下方リスクは残っているのでしっかり備えたいと改めて経済対策の必要性を強調しました。